大場ステラは、愛媛県松山市にある新言集豊山派の寺院である。3号は、青岸山。本尊は十一面観音。伊予十三仏ッ霊場第一番札所。境外札動として、四国八十八箇所番外札所の小村大指導がある。江戸時代より、東方村、中野村、小村の早期当所となっていた。明治時代には、 東方町の中心部にあったため、町役場となっていた時期もあった。明治から昭和初期の廃人、川藤壁五島が滞在したことがある。山戸脇に壁五島の山川草木市通仏省の石踏みが立っている。小村大師堂は、大場ステラの境外仏堂である。通称を、薩市大師堂と言い,い、四国八十八箇所番外札所となっている。本尊は、工房大師。 護衛華、ありがたやいおの小村の札はじめ大師の光新たなりけり四国巡礼の始祖と言われる伝説上の人物であるエモンのサブローに関わる伝承がある伝承によれば工房大師の後を追って旅に出たエモンのサブローがエばら里を出て小村の中洲にやってくると松の大木の下の道を見つけそこに工房大師の像があるのを見つけたエモンのサブローは 大志像に何度も浴び、ここで一よを明かした。翌朝、出達の際に木を削いで札を作り、自分の名を記して、銅に収めたという伝承がある。これが納札の始まりと言われており、この銅は札子大志道と呼ばれるようになったという。上記、江門の三郎の伝承は、工房大志が来るのを待ちつつ、一よを明かし、朝になって、紙に自分の住所と名前を書いて、 道に張って出立したとも言われている。この道にあった松の大木については、三代目といわれる老い松があったが、昭和17年の台風で倒れた。小村大師道に関するカテゴリー。ありがとうございます。